いや仙台は涼しいですね。あ、噂のレーサー2人がなんと今日は集合時間通りにいる。おはようございます。おはようございます。ということで、ジャパンカップ仙台大会でございます、はい、エキシビジョンレース、はい、三つ野選手と MC 海選手、はい、なんでそこで一泊間が入ったので、ね、え、なんで一泊間が入ったの。 MC 海選手意外と日本酒大好きってことが判明しましたので。ちょっと待って、タイム日本酒大好きじゃない。嫌いか好きかって言えば嫌いではないです。嫌いではないでしょ。昨日空力さんと一緒に行ったお店で、あのちょっと調子こいてしまいましてすいません。で、そう、そこなんですよ。今日朝起きたら意外とすっきりしてるんですよ。やっぱちょっと足りなかったっていうのは、まあ、逆に飲み足りなかった。そうそうそう、まだそこまで来てなかった。いやでも大丈夫、はい、その日のうちあの空力さんをそこに取り残して一人で帰ったんですけど、その足は結構こんな感じがしてフラフラね。結構フラフラでし た, でした意外とすっきりしました。はい、まあ、さっきクリさんが言ってたけど、はい、いいお酒は次の日残らないそうなので、はい、皆さんもいいお酒を飲んでください、はい、楽しんでください。元気な3人ということでね、はい、エキシビジョンでございますが、先週なんとですね、トルクチューン波乱の東京大会、何回やってもコースアウト続出ということで、我々今回もですねトルクチューン縛りでございます。はい、チャーシーとか変わってますか。変わってないです。ない。ガイさんは変わってはないですよ。ただ、マスダンパーの重りをちょっと軽くしました。あ、なるほど。めっちゃちっちゃいじゃん。そう、ちっちゃきました。近いから前回完全にスピードで負けてたんで、それだったら少しでも軽くしてと思って。そういうことじゃない。1グラムぐらい軽くなってる。1.2グラムぐらいかな。なるほど。軽量化をしたってことですね。軽量化しました。軽量化をしたってこと。さあ、そして、水野選手は何か秘策、はい、とりあえず、はい、嫌ですけど、嫌ですけど19の、はい、軽量。あ、しかも両方に合ってる。あ、しました。追加された。あとね、なんかこうガイのこと笑ってたんですけど2段アルミロールしてみたいな。そろばんみたいになってる。そうエゴイモしてはエゴイモしてはですね、これ。あと、こう回ってたローラーをね、止めました。あ、もうドラゴンじゃなくてハリケーンみたいな、分かんないな、ちょっと焼け石に水だと思うんですけど、あとブレーキは張りました。あ、ブレーキ前が青の後ろ白、分かんないです、全然やってないか分かんない。ガイは前、1ミリブレーキ青だけです。のみ、何言ってるの。のみか、のみです、のみか。僕もね、今回ちょっと変えた部分ありまして、はい、はい、こちら、はい、みんな大好きデュアルリッチなんですけども、割れてますよ。え、だいぶ色も汗ってきてます。文句はいいんだよ、文句はいいんだよ全世界が思ってても文句はいいんですよ、はい、タイヤをまた戻しました。あのチューンといえばグレー、はい、ハードタイヤ、はい、で、右前にのローラーを19、はい、アルミ、はい、で17。なんかトヨタの組み合わせ好きっすよね。そう、なんかちょっと結構好き。そう騎士感あるのこれ。そう、もうあのね、こうあれです、もうあの傾くの前提、傾くの前提でやってて、で疑似二段あるね。そうそう、でここに見えるかな。あ、見える。あの1917ですよ。19の下は17のゴムなんですよ、はい、これによりグランピーチェンジャーでめくれない。前回の東京でめくれたんですよ、俺一周目で。それが嫌だったんで、こうめくれないようにしようと思ってるわけです、はい、ね、もうほら、多分いざ僕らがいくらゴタクを並べてもね、はい、そうなんです、この人たちには、ね、全然もう、あと走りですね、確かに結果が物を言う、結果が物を言う、結果が物を言う。僕もブレーキは張ってます、はい、お、ギグ青白は一緒ですね。はい、ガイさんだけ青なし、ざわざわしておりますが、結構じゃあなんか皆さん本当に楽しみにしてるらしくて、ありがたいですね。そう、はい、ちょっともう今日帰っちゃうんですけど、エキシビジョン楽しみにしてくれて、エキシビジョン見て帰るって。そうそう、あ、なるほど、ね、結構そういう人ちょうどクラスのね、境目ですからね、オープンとね。はい、じゃあ早速行きたいと思います。さあ、まず恒例のコース決めどうします。うーん、そうですね、こ
じゃあこういう形で、はい、MC ライが2コース、クイリキさんが3コース、三戸さんが4コース、はい、この順でレースです。で本日のスターターは、はい、成田さんです、はい、仙台ではいつもお世話になっております、はい、よろしくお願いします。いいな、スターターやるだけで拍手もらえる人羨ましいですよね。本当に嬉しいが、そこまでもらったことがないんですけども。さあ準備ができたので、さあ、おっと、なんか音がおかしいと。大丈夫ですか。まあクリキさんのマシンだから別にいいんじゃないですか。うちらのマシンが問題なければね。さあ準備の方はよろしいでしょうか。クリキさんの方の準備は大丈夫ですか。はい、 OK ですか。さあレースがスタートしました。まずは最初の1周目、 MC が、おお、いいスタートですよ。スタートのマシンが鳴る。 MC ガイガーなんかスタート調子、というかスタート調子って大体後半で失敗するのが MC ガイのマシンだが、おっとガイガーここで逆走スタートだ。戻ってきたのはクーリクさん、その後ろが三つ野選手が、まあ、これは多分いい申告が入るんじゃないかと思いますので、ね、最後まで行きたいと思いますが、どうでしょうか。あ、ガイのマシンもここでレーンが変わってしまったので回収したいと思います。あ、残ったのが空力さんのマシンですが、その空力さんのマシンが今着地を決めて、これが最後の1周の、ギリギリ超えていきましたが、空力さんが今戻ってきました。ここで空力さんのマシンが着地をゴールの上の空力さん。あ、まずは空力さんゴールインです。おめでとうございます。はい、嬉しい。申告は、一応私のマシンにぶつかってはいるので、じゃあいいですか。はい、異議申告発生です。異議申告今発生しました。あの MC 以外のマシンにぶつかったということなので、1位で2位を決めるみたいな。あ、ないです、ないです。もう一回最初に、そう、そうなので、もう一回3人でやり直しです、まあ、ガイがいつもやられてることですからねさあ、首の皮が1枚つながった MC 以外ですが、例の方はそのままいきますか。はい、あ、変えて、はい、変えますか。右と左を変えました。右と左を変えました。じゃあ外はそのままです、はい、さあ再スタートとなりましたさあ、クビロカワがつながったエキシビジョン2回目の走行がスタート。さあちょっと電池の消費が激しいが、あと着地がちょっとバランス崩しましたが、 MC 以外はどうでしょうか。いい勝負ですね。水野さんも、おっとここで3台1周目並んでいましたね。さあ2周目はちょっと外バランスを崩しましたが、なんとかこらえてきた。しかし外がリタイアがクソあ、これガイガリタイア。戻ってきたのが三つ野さんと空力さん。あ、空力さんがちょっと前に出るか。今前に出てきましたね。後ろから三沢ちょっとバランスを崩したグランピーチェンダー、これはちょっと苦しいか。そのまま空力さんのマシンがトップで戻ってくる。残すところもあと少し。さあどうだ、空力さんのマシンが着地を決めて、今空力さんがゴールインですか。まだ1周か、あと1周か。ここで三つ野さんがクリアならず。さあ残った1台、クリさんが今ここでゴールですね。おめでとうクリさん、はい、僕らしです。あ、クリさんが今戻ってきました。あ、まあしょうがないですね。しょうがない、しょうがない、しょうがないですね。何なんですか、しょうがない。ちゃんと勝ちましたから。東京大会やっぱ気温じゃないですか。間違いない気がする。全然遅かった、全然ね、マイルドな感じになってましたけど。だって私のマシンが結構いい勝負してたっていうことは、マイルペース本当に速かったんですよ東京。確かに、だって完全に負けてましたからね最初から。確かにそうですね。平気いらないな。え、いらない、いらない、いらなかったいると。あんだけ先週東京でブレーキいらなかったと。結果いらなかった、いらなかった、いらなかった。だいぶ減速してた。まあまあ確かに、確かに。あとやっぱね、このねソロバンローラーが良くなかったやっぱりちょっと良くないなっていうような気持ちはあったの。ガイの真似だったし、リバースエンジだしね。ソロバンローラーは良くなかった、良くなかった。いやでもこれまで学習したってことですね。そうそうそう。今日これいやめっちゃ良かったっす。あの何が良かったって、グランピー早い。早かった、しかもここでだいぶ最後高ついちゃった。そう、しかもあのテーマだっためくれ、いや壁走りになっちゃう現象が、ただなんかギアの音がえちょっとねいただけないような感じで、ちょっと、あ、確かに何かスタートした時にちょっと違和感はあったので、これはですね、ヘラシャです。ヘラシャなのと、もしかしたらあの先週の東京大会ですね、グリスが乾きまくってですねそんなことあるの。あれから乾きに乾いて今という、確かにグリスアップしてなかった気がするんで、ちょっとこれ直していきたいなと思いますんで、強い話で。あ、そうですね、またダッシュに戻って、なんならあの今後ろにちょっと映ってますけど、 MC ゆこもね、もしかしたらこれ参戦する。
そっか、来週休みで、北海道も休みなんで、時間ない、掛川。じゃあそれ結構開くから作れるんじゃないですか。あ、そうです。で、行ってきましょうか。9月の掛川の時に、はい、上を、まあ、せっかくですからね。なんか今微妙な笑いですけど、そうですね、沈黙がありましたね、今ね。頑張る。あ、すごい、MC ゆこが来た。はい、あ、なので9月の掛川大会でお願いいたします。はい、確かに MC ゆこ参戦。これで、はい、負けたらどうします？あのアドバンスパック買いに行きます。アドバンスパック縛りですね。アドバンスパック、誰が一番アドバンスパックしっかり組めるか。ということで歴史ビジョンまだまだ続きますので、皆さんも一緒にジャパンカップ楽しんでいきましょう。ご視聴ありがとうございました。いやでも確かにアドバンスパック優秀ですかね。これ優秀、めちゃくちゃ優秀。ガイさんもアドバンスパックやった方がいいんじゃないですか。アドバンスパックやった、最後の手段に使うかもしれないけど、まだ買ってます。